ゾフィー・フォン・キューン・ゾフィー・フォン・キューンは、ドイツロマン派の代表的な詩人であるノバーリスの、若年の恋人であり、婚約者である。本名、クリスティアーネ・ヴィルヘルミーネ・ゾフィー・フォン・キューン。ゾフィー・フォン・キューンは、ヨハン・ルドルフ・フォン・ロッケン・ティーン単位の幼女であり、母親は、ヴィルヘルミーネ・フォン・キューンであった。ノバーリスは1794年11月に、天守テットに滞在していたが、 旅行で同地のグリュー人間の本ロッケンティーン家を友人と共に訪ね、そこで初めてゾフィーに出会った。その時、彼女は12歳の少女であり、ノバーリス自身は22歳であった。ノバーリスはその時の出会いを後に、15分間が僕の運命を決定したと語っている。若年にしてゾフィーは極めて聡明で、ウィットに富み、その神秘的な存在はノバーリスを魅了した。しかし、 ゾフィーは、ノバーリスとの親密さを人前で見せるのを嫌がり、タバコを吸い、こっそりワインを飲むという気まぐれな少女であった。ノバーリスはゾフィーに恋をし、勤務の合間に生まれ、2時間かけて彼女の家に通った。彼女の両親に結婚を申し出るが、あまりにもゾフィーが幼すぎることを理由に、この提案は拒否された。しかし、ゾフィーが成長し、 ノバーリスが叱るべき社会的地位を得た赤月には、二人の結婚は認めるとされ、ゾフィーは事実上のノバーリスの婚約者となった。ノバーリスがゾフィーを心より愛し、とりわけその溶接の後、ゾフィーを崇拝し、神秘化して捉えていたことは事実で、これは、ノバーリスのゾフィー体験とも呼ばれる。しかした方で、ゾフィー自身がノバーリスのことをどのように思っていたのかは、 明瞭にはわからない。ノバーリスは、ゾフィーのイメージを試作品の中に表現した。ゾフィーは聡明であるとともに、イマジネーションに富み、短い出会いの期間を通じて、ノバーリスに、詩的インスピレーションを、多数与えた。しかし、ゾフィーは、1795年11月に、結核性肝臓腫瘍で重体となり、病床の人となってそのままに回復することなく、 1797年3月19日に帰らぬ人となった。15歳の短い生涯であった。ゾフィーが存命中、彼女から得たインスピレーションと彼女の溶接によって、ノバーリスのロマン主義思想は大きな影響を受けた。夜の参加は、ゾフィーの存在とその詩において記されたとも言える。ゾフィーはこの美しい試作品により、永遠の命をこの宇宙にあって得たとも言える。 ありがとうございます。